皆さん、こんにちは。エビバディ、チャンプです。皆さん、チャンプ、皆さんは、世界一だし、天才だし、主人公ですね。今日は、亀さん、肩こり、健康、片頭痛とか、にも効きますし、肩こりとかね、そういうのにも効きます。すごい簡単です。揉んでもらうね、肩とか揉んでもらうと、叩いたりね、そういうのもいいんですけども、一つの方法、いろいろなね、もう現代にある、肩こり解消法の中に、こういうのもあるんだっていうところを今日シェアできたらいいなと思います。亀さんみたいですね。首を引っ込めて見えるんですけども、実際にはね、肩をこう上げて、肩をこう上げて、やります。肩を上げてどうするのかっていうことなんですけど、肩を上げた時に右肩と左肩、それぞれ一緒にもできるんですけども、肩を上げた時に最初、右肩とね、首をこういうふうに押し合いっこをします。で、これをね、5秒でも6秒でもいいんですけども、自分は大体7秒ぐらいこういうような形で力を入れて押し合いっこしますね。で、その次にまた肩を反対側に押し合いっこして。で、亀さんみたいにね、こういう形で後ろにちょっとやって、見るのもいいんですけど、そうするとね、肩がかなり楽になりますし、血液のね、首の方も、こう回したりしますけど、その時にね、肩を上げたまま亀さんに首を引っ込めたような状態でぐるっと回すとね、安定しますんで、肩と肩で安定しますんで、首を安心して回すことができます。ちょっと亀さんみたいになっちゃいましたけども、今日は簡単な亀さん肩こり、健康法、解消法でした。ということで、エビバディチャンプ、ものすごい簡単です。どこでもできますので、肩が凝ったり、あるいはちょっと片頭痛がするときなんかでも、血液の流れがね、ちょっと順調にいかないときとか、ちょっと首がちょっとおかしいなとか、でそういうときにも、ちょっと試しにやってみると、良くなる恐れがあります。自分はそういう形で、肩こりやらなんやらかんやら、時々こういうふうに亀さんみたいにね、首を引っ込めて見えるんですけど、実際にはね、肩を上に上げて、でぐるっと回したり、どこそ押し合いっこしながら、簡単ですので試してみてください。かなりね、肩が楽になりますし、首もね楽になります。そういうことで、亀さん肩こり結構多でした。ご清聴どうもありがとうございました。エビバディチャンプ、さすがです。